かな先生です。本日は鈴木バイオリン教本第8巻5番目の曲プニャーニ作曲ラルゴエスプレシーボの演奏と演奏上のポイント2点について解説をお届けいたします。演奏動画を見たい方は下の概要欄からジャンプしてみてください。では早速ポイントからやっていきましょう。ポイント1つ目はですね、カデンツを極める。ここの箇所ピアノ伴奏はお休みで完全なバイオリンソロとなります。ドソロということはいわゆるカデンツァです。あなたの見せ場優輝いちゃってよってことです。俺のターンですよ。そこを超絶インテンポで弾いちゃう人、これポッポレベル3です。この8巻まで進んでるのにこの箇所の音楽性を表現しないなんて、外形は巨大マックスしたリザードンなのに中身はポッポレベル3です。緩急をつけたり強弱ビブラートを使って自由に表現してみましょう。ちなみに私はこんな風にやっています。あくまで私自身のやり方なので、これが正解というわけではありません。そもそも音楽の解釈や表現にこれという一つの正解はありません。歌い方って何？歌うって先生言うけどどういうこと？って人は、まずは自分がこのメロディーすごくいいと思っているっていうところでドヤ顔をしてめちゃくちゃビブラートかけてみるところから始めてみましょう。ポイント2つ目はですね、鍋圧になるな。ここの弾き方、スラーがついていないダウンの1音にとてつもなく気を配ってほしいんです。そんなに耳の量必要あるっていうことです。早方知らないかもしれないんですけど、ちょっと前世界の鍋打つっていうお笑い芸人さんが3の倍数と3がつく数字でアホになるっていうネタでめちゃくちゃ流行ったんですよ。世界の鍋打つについては下の概要欄にリンクを貼ってあるので知らない方は見てみてください。話はそれましたが、そのダウンの一音に耳をたくさん使うのは完全に鍋打つです。弓を少なく丸く丁寧に弾いてみましょう。以上、参考にしてみてください。指使いズームのゆっくり動画を見たい方は下の概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらからジャンプしてください。本日も見ていただき本当にありがとうございます。バイオリンはじめチャンネルではバイオリンを習う方にとっても習っていない方にとっても楽しくて面白い役に立つ動画をどんどん上げていきますので、チャンネル登録や高評価をしてくださると大変嬉しいです。そして演奏の前に少しお知らせを。私が主催しているバイオリンスクールではオンラインレッスンが大好評です。レッスン受け放題の低学生レッスンも人気急上昇中。もしこの動画を見て荒美先生、かな先生とバイオリン弾いてみたいなと思った方は、ぜひ一度無料体験レッスンにお越しください。対面でもオンラインでもやっています。下の概要欄にリンクを貼っておきます。ではいい練習を。Thank you.
Thank you.
Thank you.